悲報侍ジャパン敗れる。3月の WBC で2009年の第2回大会以来3大会ぶりの優勝を狙う侍ジャパンは3日中日と対戦し、2-7で敗れ対外試合初黒星を喫した。仲良し侍打ち取られたり、いやいお前の国の代表中日ドラゴンズいかー、名将立浪、中日強すぎわろた、中日にボコられるとか侍ジャパン地味にやばいだろ、なんで日本代表ベンチに一平おるんだ、合流してすぐにこれを見せつけられる大谷&ヌートバー、史上最強チーム中日のスタメン出した方が優勝できるんじゃねえの、テレビで言ってたな、中国代表はドラゴンズより戦力はずっと上だってよ、9日の中国戦が初戦だろ、これ勝てるのか、戸郷、松井は失格で良いだろ、山田と山川もちょっとな、あれじゃ失格だよ、明日の高橋宏斗に手も足も出ない中日打線がもう見える、全日本はベンチでヘラヘラしてたのがな、7回くらいからお通夜になっていってザ・マー WWW だった、ドラゴンズはサッカーでいう JFL レベルだよ、去年の中日のチーム防御率を見たら NPB の日本人では点が取れるわけない、大谷がいない日本代表打線なんてこんなもんだ、侍ジャパンに勝ったという思い出だけで1年戦っていける。ご視聴ありがとうございました。